いつもと違う自分？そうね、私は生徒会長をしているからしっかり者に見られがちなの。でも実際はそうでもなくて、もちろん生徒会長として恥ずかしくないように実務はしっかりこなすようにしているけれど、ミューズでは私がみんなを引っ張っていくよりみんなに引っ張ってもらうことの方が多い気がするの。例えば私より海の方がしっかりしているし、そうそう、ああ見えてニコもすごくしっかり者なのよ。みんなが一緒だと私も安心して甘えちゃうのかもしれないわね。だからミューズにいる時はいつもと違う私になっている気がするわ。でも逆にそれが本当の自分だったりして、君もいつでも部室に会いに来て、いつもと違うエリーチカに会えるかもしれないわよ。